はい、皆さんこんにちは、榊敦でございます。この私のですね、本チャンネルともう一つの分かれましたサブチャンネルというのをですね、8月13日以来作ってまして、今日が22日ですから、もう1週間以上経ってるんですけども、シリーズでお話ししてます今更聞けない新築マンション購入知識というのはもう18番目に来ましたね。だいたい1日2本ちょっとずつ行ってるという感じですね。今日はまだ1本目ですけどね、今は8月22日でございまして、ちょっと日が照りかけてますけどね、千代田区27度この日は28度もあるやんか、ほんまになんでってみたいな。行きましょう。18はですね、管理規約を熟読する意味とはと、まあこれだけ読むと何やようわからんというふうに思われるかもわかりませんね。あの新築マンションを購入する場合ですね、あのいろんな書類を渡されて、ここにこう名前書いてハンコついてくれと言われるんですけど、そんな中の一つにですね、この管理規約に同意しますとっていう、あるいはその管理委託契約に同意しますみたいな書類があるはずです。そこにこう名前を書いてハンコをつけと言われて、はーいって、まあまあ そこでごねる人はほぼいませんね。で皆さんはーいっていうのでハンコつくんですけど、まあ別にね、それ拒否したらね、めんどくさいことになるだけなんで、拒否したという話を聞いたことないですけどただよく読んどいてください。自分が購入したマンションの管理規約はこうなってるんやということですね。あの私も何回かマンションを買ったことあるんで、なんかもう目くらばんで、はい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 ってやってるような気がしますけど、後から思えばですね、これ何なんていう話ですね。あの管理規約といいますのは、その管理組合のですね、そのルールを定めたものでして、まあ別にね、本来どうってことないわけなんですよ。で国土交通省は標準管理規約みたいなものを定めてまして、ほとんどの新築マンション、新築マンションでもいいかな、ほとんどの管理組合、違うかな、ちょっと待って、元いほとんどの新築マンションの管理規約はだいたい国土交通省の標準管理規約というのをベースに作ってあります。それからちょっと違うとですね、あのいろいろ面倒くさいことがあったりするんで、まあ、大体事なかれ主義なんで、大体国土交通省の標準のこうマニュアルというかな、ガイドラインや何やろ、ひな型ですね、ひな型に基づいて作ってありますけども、そのマンション独自のね、それぞれの定めがあるんですよ。特にね、注意していただきたいのはですね、地権者住戸がある場合ですね。地権者住戸って何かと言いますと、マンションを作る場合、その土地がいるでしょ、絶対的に土地がいるでしょ。その土地、もともとの地主さんがいたりするんですよ。その地主さんを説得して、ここね、って全部売ってくださいと。マンション建てますからと。そのマンションの何個かをあなたに全部差し上げますと。差し上げますと、まあ、要は等価交換っていうんですけど、このあなたの売ってくださった土地に見合って、価値のあるマンションの住戸を差し上げますと交換しましょうということで、簡単に言えばで、それによってこうその地主さん、元の地主さんが何個かのマンションを持ったりするわけですね。あとは古いマンションがあったらですね、その30個のマンションを一個一個説得してですね、全員の同意が得られたら、はい、立ち直しますと言って60個のマンションにしました。で60個のうち30個は元の地権者が持ってるみたいな、そういう場合のマンションは何が起こり得てるかというと、妙に地権者を優遇する条項が入っていたりします。一番ひどいのはね、その地権者、元地権者住戸、元地権者の住戸は広い土地だったんですよ。玉がゴーンと立って、こっちに元地権者の低層が立って、日陰なんです。ようこんなところで我慢したなと思うんですけど、まあ、あの元の地権者からするとピカピカの新しいマンションもらえるんで、日陰でもええやんということなんですけど、で管理規約をよく読むとね、その地権者
の地権者たちは管理費払わんでって書いてますむちゃくちゃですよ。まあ、どういう仕組みかというと、こうガーンとあってこっちに地権者の日陰住居があって、この下全部地下は駐車場になってるわけです。で、地下駐車場の使用料金 をこっちの管理者住居の地権者住居の管理費に当てるって書いてあるんです。当てるって書いてあるんです。これでもし足らなくなった場合だけ払うって書いてあるんですよ。足らなくなるっていうことはほとんど想定できないわけです。つまりこっちのですね、タワマン以外のこの元地権者住戸はですね、管理費ゼロで済める。まあ、その代わりこっちのタワマンションの共用施設は使えないということなんですね。それははっきり言ってむちゃくちゃなんですね。それ許されんのと思って初めて知ったのは十何年前なんですけど、あちこち聞いてもらったんですけど、ギリ政府かなという感じですね。それはこっちのタワマンを買った人がみんなその条項にサインをしてるわけです。同意してるわけです。だから政府なんですね。信じられへんわと思いましたそういうのもありますし、あるいはね、とある郊外のダーンとマンションが建ってる、タワマンが建ってる、郊外って近郊ですね、準郊外というべきですかね、のマンションの管理規約には管理者を管理会社とするという条項が入っている。管理者って何かというと、これは区分所有法で管理者というふうに言われているんですけど、まあ分かりやすく言うと管理組合の理事長です。その管理組合の理事長を管理会社にするというわけわからん話であって、これ完全な利益相反なんですけど、そのね、管理規約はね、そのあれなんですよ、有効なんですよ。で、その管理組合が管理会社に業務発注するんですけど、管理会社が理事長だから、まずもってそのリプレイスって言うんですけど、管理会社を変えるなんてことはありえないわけですね。で、管理費や修繕積立金のですね、水準はその管理組合で決めるわけですから、管理組合の理事長が管理会社だったら適当にこれいくらって決めるわけですね。で、工事も発注するわけですよね。で、工事を受注するのは管理会社だったりするわけです。完全な利益相反なんですけど、これがなぜかですね、法律違反じゃなかったりする。いや、よう分かりませんよ、私法律論はよう分かりません。弁護士さんがそう言うてはったんだよ。それええのみたいでしたって言うてはりましたね。そんなことが実は管理規約には仕込まれていたりするんです。だからよく読んでくださいね。で、疑問に思ったら質問してください。で、大概ね、やばいことはみんなごまかすような答えをしますから、その場合はね、第三者ですね、その販売側でも購入者側でもない誰かに聞いてください。よくわかってる人に、まあ、弁護士は一番いいですけど、弁護士が敷居が高いとおっしゃるんであればですね、コンサルとか、まあ最初無料でやってくれる人がいます。弁護士も最初無料なんていう人がほとんど 今多くなってきました。まあ、私に聞いていただいてもいいんですけど、私の場合有料なんですよ。なんで、メールは無料そうなんですけどね、PDF でも送っていただいてですね、これどう思うのって言われたら、私で判断できないけど、私が弁護士のご案内しますから、まあそれは無料でやりますんで、そういうね、アホなことがあるんですよ、管理規約というものには。だから皆さんよく読んでください。これね、まあ良心的な売り主であれば、反抗する前に見ておいてくださいねって PDF が何か送っておりますから、よく読んでください。で、普通であれば別にいいんですよ、普通であれば。でも時々そんな変なのがあるんですよ、ほんまに。だからね、特にだから地権者住居があるマンションと、あとは大手ではない場合ね、ものすごい変な管理規約がありますから、地権者住居がある場合と大手ではない場合は要注意ですね、管理規約。熟読しておかしなところがあれば質問、それで納得できなければ第三者に相談というのがセオリーです。ちなみにね、その管理規約を運用するときに法律問題になると、私は有料ではお答えできないんですよ。無料の範囲でやるかですね、それ以上になる場合は弁護士に回すということしかできません。
これはその弁護士法というのがありますよ。法律相談はできないでしょ、有料では。無料ではやりますけどね。だからメール相談であれば無料でやってますんで、聞いていただければ分かる範囲でお答えしますし、分からなかったら私が弁護士に回しますはい、ということで管理規約を読みましょうねというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。